皆さんこんにちは。暑い日が続いてますけども、体調など崩さず元気にお過ごしでしょうか。相変わらず私のがバタバタと夏を過ごしております。今日はいつからぶりだろうね、漁師さんのところにお使いに行って以来マイク乗ってますけど、今日もまた半分お使い半分釣り具じゃないね、半分お使いほとんどお使いだ。本当こうでもしないとちょっと乗ってる時間がないもんで、少し寄り道しながら海水浴場までは入れないですけどね、海水浴場の様子が伝わればと思いますんで、その辺寄り道しながら行きたいと思います。はい、ここを右に曲がると今井浜海水浴場に入ります。よいこらせと。ここでね、脇道がどんどん浜へ降りられますんでね、車少ねえな。もうちょっとね、なんか賑やかなはずなんだけどな、ちょっと想定外だな。まあ手前にあった川津浜ちょっとスルーしちゃいましたけど、あと川津浜海水浴場と今井浜海水浴場ね、川津2カ所海水浴場ありますんで、まだまだねこれからですかね、海水浴シーズン、ぜひお越しいただければと思います。はい、ここ三鷹港です。磯遊びをねするのにいいところがこの先にあるんですよ。あれでも人気がねえな、夏じゃないな。ちょっとどんなか見てみようかな、今井浜が。この先の方がいいか。そこのところをちょっと入れさせてもらっちゃおう。よっこらせー。あらパラソルあるけど少ねえな。ね、台風の影響で少し波立ってますね、うねり入ってます。昨日はねすごかったんだけど、今日はだいぶうねり収まってますね。まだ沖にね台風がゴロゴロしそうなんで先々心配ですけどね。あ、ここもほら磯遊びやってますね。ここが磯遊びんですよ。はい、じゃあ急ぎますんで行きます。どこに行ったかっていうと、この海水浴場を見に来たのはねおまけでね、東伊豆の稲取にあるね馴染みの水産屋さんにちょっと仕入れに行くとこなんですけど、本当車で行けっていうとこなんだけど、バイクでわざわざ行ってます。それとね、去年までなのかな、僕行ったことないんですけどね、熱川にかき氷屋さん、熱川温泉のところにかき氷屋さんがあって話題になってたんですけどね、店閉めちゃったよって話だったんですよ。ただどうも借りてるところの関係で移転しなきゃならなくなったらしくて、今度稲取の雛の館の近くにねお店をオープンしたっていうね、ちょっと寄ることできないんですけど、眺めるだけ眺めていこうかと思います。1枚着てきたけど暑いな、やっぱりな。何してもエレベーターの中暑いもんね。風がこう湿気ちゃってるから。でも本当今日はいい天気、いい天気すぎちゃってロビーの室温エアコン止めて30度でしたからね。まあでも
マックスで上がった時で34度でそれ以上上がったことないから、わりかし今度は何だろう、涼しい方なのかな、全国的にってかね、見てもね、こっちの方ってのは夕方からね海風入るんで、わりかしこうしのぎやすかったりするんですよ。ああ多分山の方がね気温が低いんだね。すごいね、雲っていうか霧がかかっちゃってて、はい、一杯飲むと3年長生き、ウルトラ生ジュースはこちらです。オレンジセンターさんね、あの定休日ありますから気をつけてくださいね。確か水曜日定休日じゃなかったかな。ということで避難の館までちょっと飛ばします。せーのドン。で東伊豆今入りました。でうっかりしちゃったんですけどね、避難の館って2カ所あるんですよ。3カ所なのかな、ちょっとあれなんですけど、最初あの稲取の、ね、温泉場の方の避難の館だと思ってそっち行ったらねないんで、あれと思ったらね、あの全然場所違ってました。で今そっちへ向かってるところです。今国道135号線ね、まだ走ってますけど、この先を右に曲がって下に降りていくようになるんですけど、どうも聞いたら昔どこだろう、ドコモの CM でラーメン屋さんができたりとかね、そういったCM によく使うとこですね、その辺になんかできたみたいなんで、いやー空気が暑いな。半袖で行きたくなっちゃうよねこれじゃね。はい、ここ右曲がって稲取で降ります。この先のね一旦停止、たまに取り締まりやってますからね、気をつけてくださいね。ここ稲取駅映るかな。街中降りてきた、この先見えるのがね八百屋さん、ガイドさん、まあ、今も付き合いっていうかね、昔うちスーパーやってましたんで、その時の仕事仲間ですね。今でも八百屋さん頑張ってますよ。ここあと港でね年中一緒に買い付きやってるこのマルトさん、お食事どころですね。ここを降りて左だよな。暑い、止まると暑い。左、あずっと右から出しっぱなしじゃん俺、やべやべ。左へ行ってゆっくらせ。ケーブルテレビのアイキャットがあるんで、その建物のとこらへんだっていうのは聞いたんですけど、となるとそろそろかな。ここら辺ね、わりかし CM によく出るんですよ。はい、稲取港。どこだ？あ、ここだ、全。どこ？かき氷キッチン、どっち？店が。あ、ここでやってんだ。うわ、すげえな。ちょっと入れねえけど、今日は。あ、いいとこじゃんね。今日はお休み？よし、また日を改めてきまーす。禅って言うんだね。キッチン禅。
どこだっけな、ラーメン屋さんの模擬店出したのね、あの CM で。この先だったかな、この辺だったかな。まあ風光明媚だね。なんか撮ってる。さあパパと今度は仕入れの方やってっちゃなきゃ。今度ここにね、新しくお店っていうか、なんだろう、これ漁協と農協がやってんのかな、コラシエってお店。あ、初めて見たけど評判は賛否両論。中にはコラシエ、よさシエっていう人もいるね。まあいいんだか悪いんだか。はい、ここ稲取漁協です。金目の水揚げするとこね、ここね。名倉トットさん、ライダーがいるぞ。ここもね、金目の料理出すとこですよ。さてと、これを右に曲がってしまえ。俺はまあでも稲取は本当坂多いよね。お、カッパの文字が出てきましたね。肉チャーハンで有名なとこですね。カッパの肉チャーハン、稲取のソウルフードですね。もう入ってる入ってる。さあそれではお店へ寄って、戻りたいと思います。仕入れた後はね、ちょっと一目散に戻らないと、生きてるもんだからちょっとのんびりしてられないんで、カメラの方ちょっと止めたいと思いますんで、ご了承ください。それでは次回また、多分またこんなへんちょこりなところをやるのかな。言ってればいいんだけど、多分1週間くらい乗れないかもしれない。それではまた次回よろしくお願いします。ではでは。はい、紹介し忘れた、河津浜です。今日はお旗遊泳 OK。 下に見えないんだよな、道路からは。いいね、海はね、やっぱりね。台風の時はすげえんだけど。よっ、サザエの様子だけ見て、よっこらしょっと。よいしょ。気をつけないとどうしても死んじゃうんですよね。